リギさん受賞おめでとう。リギさん受賞おめでとう。リキちゃん井上陽一選手おめでとう。あいしゃー、おめでとう、おめでとう、おめでとう、リキちゃんおめでとう、イエーイ。パンダパンダおめでとう、おめでとう、おめでとう、イエーイ。パンダおめでとう。ありがとうございます。お名前はみゆきです。みゆきです。みゆきちゃんだって。みゆきちゃん、みゆきちゃんおめでとう。おめでたいな、お前だこの野郎。リキーおめでとう。あ、リキちゃん入れ入れ入れ。ほら、この空やすごいポギーだぞ。じゃあもう一回お願いできますか。え、リキーおめでとう。カメラここ見て、ここ見て。リキーおめでとう。リキーおめでとう。イエーイ。リキちゃんおめでとう。イエーイ。びっくりした、びっくりした。リキちゃんおめでとう。イエーイ。ここ見て、ここ見て。リキ入れ、はい、リキちゃんおめでとう。リキちゃんおめでとう。イエーイ。ありがとうございます。リキちゃんおめでとう。イエーイ。何さ、ジェナです。ジェナさんありがとう。イエーイ。リキちゃんおめでとう。イエーイ。ありがとう。はい、握手しなさい。あ、よかったね。リキちゃんおめでとう。かわいい。おめでとう。イエーイ。それでは第1回井上陽一大賞授賞式を行います。2023年1回目の受賞者はリキさんに決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。自慢の胸のペンダント。
しい。今回第1回井上陽一大賞受賞という栄誉を受けたまわりまして、自分としては信じられない気持ちでおりますが、今の気持ちを何と表現すればいいか、まあ野良犬にでも噛まれたかのような衝撃とでも申しますか、つまり激しい痛みを熱い喜びが包んでいるとでも申しますか、そのつまり何とも言えない気持ちであります。正直言いますと、私はまだこの井上陽一大賞がどのような栄誉であるかははっきりとは分かっておりません。まあ陽一さんの企みですから、将来はとんでもない名誉になることは目に見えているわけではあります。ともかくこの賞はうちの家宝とさせていただき、田舎の母に送りまして神棚に飾らせていただきます。本日は誠にありがとうございました。